村田 VS ゴロフキンで号泣したわけは、天野真マナと人気グラドル雪平らりさが語る、リングガールのプロ意識、特別グラビアインタビュー。2022年は日本ボクシング史上最大級のドリームマッチが2試合も、実現した年としてファンの記憶に長く残るだろう。4月9日のゲンナジーゴロフキン VS、村田亮太、そして6月7日に行われる井上直也 VS、 のにとドネアのリマッチである。この二試合の共通点の一つは、リングガール、ラウンドガール、だ。どちらの試合も、フジボクシングのリングガール、天野真マナが担当。井上 VS、ドネアは人気グラビアアイドル、雪平里里とのコンビでリングに上がる。リングガールになって初めて感じた、ボクシングの面白さ。天野は2018年。 雪平は昨年からリングガールを務めている。二人とも元々ボクシングに興味があったわけではない。最初は別に私じゃなくてもというくらいの気持ちでしたと天野。怖いとか野蛮とかそういったイメージはどうしても持ってしまうものなのだろう。でもそれは知らないから見たことがないからなんですよね。最初に試合を見た時は凄す,すぎて圧倒されました。 そして見ているうちにのめり込みましたね。誰を応援するという立場ではないのですが、行け。みたいな気持ちになるんです。興味を持つと選手の過去の映像を見たり、いろいろ調べるようになって。そうすると余計、面白くなってきました。雪平は、金さなに驚いたそうだ。ラウンドケージボードを持ってリングに上がるから、リングガールたちが待機する席は当然。 リングの目の前にある。選手の皆さんの汗とか、時には血も飛んでくるのでびっくりしました。一番いい席でボクシングを見させていただいてるなって。ボクシング好きの知り合いには羨ましがられます。笑い。実況席も近いので、今どんな展開なのか、どんな選手なのかも自然に聞こえてきて。見ていると、どっちにも勝ってほしい、みたいな気持ちになってきますね。 間近で観戦するからこそわかることがある。二人ともボクシングにはギャップンがあると感じたそうだ。選手の見た目って勝敗とはあんまり関係ないんだなって。がっちりした体型のいかにも強そうな人ばかり勝つわけじゃないんですね。それに劣勢だった選手が最後に大逆転することもある。だから見ていて最後までドキドキします。雪平。 優しそうな顔の選手がリングに上がったら険しい顔になったり、寡黙そうな人が勝ったらものすごく喜んだり。そういう意外性もあります。寺地健ケンシロウ選手もそう。顔は幼いと言ってもいいくらいなのに、KO も多いんですよね、天野